審判団を先頭に今選手たちがピッチに足を踏み入れます。画面の左ホームの八戸、画面右アウェー松本です。今試合が始まりました。先制のボール、小松が触りましたがタッチを割っています。蹴るのは丹羽和也です。大卒2年目の丹羽、さあこれだ、シュートに行く、ただ枠の右、こぼれたところ板倉が狙っていきました。前線佐藤がいる、その佐藤中入れてくる、ヘッドクロスバーの上、島田いい位置でファーサイド、もう一緒、ここは跳ね返してつなぎました。八戸板倉から遠目から渡辺、わずかに左、渡辺亮、山田からのクロスファーサイド折り返せるか、シュートに行く佐藤和樹、精度のある左足ですが巧みなドリブ、松本のサポーターからも声援が上がります。先制点を狙いに行く、ヘッド詰めた、入った、先制松本山雅 FC。 ここでようやく決めていきました松本。400人の大勢のようやく得点が生まれました。73分、キーパー服部弾いたところ、詰めていきました。佐藤和弘のクロスから最後は下川です。下川陽太です。ところ競り合う前線、横山走る、横山ボールを収めて右足、ここはファインセーブ服部。なんとか1点をもぎ取りたい、1点追いつきたい八戸、前線シュートに行く、わずかに左、オーバーラップする下川、その下川松本ボール、ここで試合終了です。今シーズン3度目の連勝となりました松本山雅 FC。